Traveler's Cafe。 ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。若菜です。さて、前回は、はい、バイロンベイから、お届けしましたが、今週もバイロンベイに、おります。いい風が吹いてますね。はい。そして早速ですね、なんか今週はたくさんさ、うん、みんなからの質問が、ね、来てるんですよ。あ、そうなの？うん。で、その中でまた一つ、はい、お答えしていきたいと思います。どうぞ。広島県にお住まいの、はい、カホさんより、はい、ラジオネームカホさんより来ています。はい。幸せな姿を見せてしまうことに躊躇したりすることはありますか？私はこそこそ楽しいことをしていますと。かわいい。いう、質問ですね。へえ、面白い視点ですね。はい、面白い視点ですね。うんうん。躊躇はするしない？まずね、うん、姿、まあ、見せるっていう意識が全くないことに今の質問を受けて気づいた、うん、自分自身で。あ、見せてる意識がないってことかな。見せる意識がない。見せる意識が、見せてるっていうんじゃなくて見せる意識自体がないから、うん、そうなんだよね。お、分かる、言いたいこと。もうちょっとお聞かせ願いますか。例えば、うん、なんていうのかな、あ、この質問とはちょっと少しずれるかもしれない、本質とは少しずれるかもしれないけど、うん、例えばで、ね、Facebook とか、はい、なんか写真を上げたりするじゃない、うんうん、アップするよね、うん、で、日常の中で、うん、心が動いたりとか、何気ない、まあ、いいなって思ったことをみんなこうアップしたりすると思うんですね。あ、例えば風景とか、そう、なんかお花だったりとか、そう、今日はこのお花が咲いてすごくいい、綺麗だなとかね、うん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 、っていう感覚で、まあ、みんなはまあ写真など上げて見せるっていう行為をしてると思うのね。そうだね。で、例えば、うん、その自分たち、もしくは自分が幸せだという姿をそこにアップしたとするじゃない、うんうん、それもその何気なくその日咲いた花と同じで、うん、日常の中の、うん、ただこう何気なくある、うん、だけども自分にとって、自分たちにとって美しいもの、うんうん、素敵だと思うもの、心地がいいものだとしたら、そこに躊躇はない。あ、なるほどね。まあ、あんまり意識がないってことだよね。ちょっと今かっこよく言ったんだから、うん、それを言ったらもういや、意識ないっていうか逆、だから意識して見せようとか、うん、意識して出さないとか、うん、っていうのじゃないってことだよね。まあ、要は意識がないんだよね、うんうんうん。普段ってこと、ね、なんか僕がね思うのは、うんうん、ま、引き寄せというか、うんうん、波動が共鳴するというか、うん、ということを踏まえてなんだけど、うんうん、幸せそうな写真を、うん、まあ、写真でもいいか、写真をこう見せたりするでしょ、うんうんうん、そうすると、うん、その幸せの感じがいいね、うんっていう人が集まってくると思う、うんうん、で逆に、うん、そんな幸せそうにしてる人となんか私一緒にいたくない、うん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 、かっこ本当は羨ましいんだけど、うん、っていう人は離れていくと思う、うん、そうだね。だから、うん、なんだろうな、幸せな姿を見せれば見せるほど、うん、まあ、これは誰がっていうことじゃなくて、うん、全員がね、うん、近くに幸せな人たちが集まってくるんじゃないかなと、うん、あ、いいこと言うじゃん、はい、じゃあ今週はこの辺で終わりたいと思います。なんでいいところで終わす。でもね、これすごく大切なことでね、うん、光を、まあ、自分が見えてるね、各自が見えてる光を、うん、光らせ続けていく、
っていうことってすごく大切だと思うの。で、光らせ続けるっていうことはどういうことかっていうと、うんうん、表現なんだけど、うん、その表現が、まあ、人によっては写真であったり、人によっては態度であったり、人によっては言葉であったりだと思うんだけど、うん、でやっぱり人って眩しすぎる光を見ると目をつぶりたくなるんだよね。最近ねちょっと目が痛くてね。それはねミヒね日差し浴びすぎだから、単純に。そういう問題じゃないの、うん、ほら忘れたじゃん今言おうとしてたこと、光眩しすぎると人は目をつぶりたくなるわけ。あ、そう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 、はい、なんだけど、うん、だとしても、うん、やっぱり光の方、光は闇も包み込むというか、うん、照らし出すというかね、あ、闇の中に光を生み出す力があるから、うん、それそうだとしても、うん、光を見つけた人は、うん、光らせることで、うんうんうん、あ、ことでっていうかことが大切だと思う。なるほど、ね、で目をつぶりたい人はつぶればいいし、うん、で開けたくなったら開ければいいし、うん、離れたかったら離れるっていうことがその離れた人にとっての、まあ、光の方法だし、うんうんうん、まあ、人それぞれだと思うんだけども、でももし自分がその光を見えたな、うん、見つけたとしたら、うん、ぜひみんなそれぞれが光らせてほしいなと思いました。いいですね、はい、でもなんかね最近思うのは、うん、周りに本当すごく、うん、あ、まあ、この方はね、うん、だからこそこそ楽しんでますということなんだけど、これも楽しいんだけど、うん、ぜひその姿をね、どんどん周りに、振りまいてあげるといいかなと思って、で僕がその最近感じているのは、うん、周りにすごく、まあ、素敵なカップルだったり、うん、夫婦だったり、うん、が、まあ、数年前と比べてね、うん、増えてきたな、すごい増えたよね、うん、増えてきたなと思っていて、うん、でそれがまあ今言った、うん、なんか自分の在り方が周りに反映されるっていうところなのかなって思ったんだけども、うん、でそういう素敵なパートナーシップをしている人たちが多いと、うん、まあ、それだけでなんか嬉しいなって思うんだよね、うんうん、で、まあ、今回のゲスト、はい、まあ、前回引き続きなんですけども、はい、これもラブラブなんですよ。ラブラブだよね、うん、ラブラブなんですよまあそんな馴れ初めじゃないけど、秘訣というか、うん、お互いがどんなことを、うん、感じ合ってるのかとか、まあ、そんなお話も聞けると思うんですけども、うん、今日もね、うんうん、まあ、もちろんそのパートナーシップだけじゃなくてビジネスをね、うん、どうこう始めるとか進めるとか、うん、そこで大切なことは何かとかも本当に今回もねちょっと盛りだくさんの、盛りだくさんだよね、うん、お話が聞けるんじゃないかなと思いますので、うんうん、はい、高幸さん、篠さんご夫妻に会いに行ってきます。ワーキングホリデーに行こうと思うたの、何が変わったの。いやでもちょっと私その辺のあんまりちょっと覚えてない。すぐね、もうすぐ忘れちゃうんですよあ、いいですね、これもでもちょっとたまに喧嘩の原因になったんですよ。喧嘩になるんだなんで覚えてないのっていう今重要なエピソードです。そうそうそう、ちょっと忘れて、バスで喧嘩とかちょっと覚えてない。それでもね、バスでもそれってほら友達が結婚式のビデオを、うん、再現ビデオみたいなの作成してくれて、うん、それちゃんとバスだけちょっと言い合いになる、ね、それそうだ、あって思ったんだけど、あれは本当だった本当だったっていうか自分たちが喋ったんだよ面白い。じゃあ篠さんワーキングホリデーに来るのはもう OK だったんですか。ウェルカム、結果そうだったんでしょうね。本当にちょっとあんまり覚えてないそう、まあ、でもだから、うん、なんかね、そう、まあ、なんでかっていうと、うん、シノのお母さんの、で、まあ、今60長男なんですけど、旦那さんが19歳離れてたんですよね、うん、もう亡くなっちゃったんですけど、うん、で結局定年後は自分一人になってしまうから、うん、で、そうそう、英語の先生でオーストラリアに住むのが夢だわなんて言ってたんですよ、その当時、うん、俺それ聞いてて、で、まあ、説得して、うん、お母さんの夢もオーストラリアだし、いいじゃんって、まあ、それで多分シナもお母さんに相談したら、いいじゃない、行ってらっしゃいよと、うん、お母さん後押ししてくれたんですよ、うん、そんで、なんか今初めて聞くみたいな顔してそうだ、もう記憶が全くないいいですね、いつもまっさらな状態でもそれで、
自分この間ね10年ぐらい経ってお母さん来て、うん、まあ、10年結婚10年目でちょっとカミングアウト1個して、うん、まあ、実はあの時借金があったんだよ、うん、借金って70万ぐらいなんですけど、うん、だけどそれがあったらワーホリも来ないし、うん、その時年金だなんだって言ってる時だったから、だからそれでまあまあ実はそうだったんだよって言って、でまあたまたま多分お母さんもその辺の時に来てて、お母さんにもまあ回想じゃないけど、あの時、うん、こう俺たちが来れたのはね、うん、お母さんのおかげですよ、ね、うん、なんでかっていうとお母さんほら昔定年後はね、うん、オーストラリアに住みたいって言ってたじゃないですか、うん、と、うん、って言ったらお母さん、うん、えそんなこと言ってたかしらってお母さんもちょっとさすが親子ですね結構重要な結構、ね、人生の視点となるポイントとなるところなんだけどね。そうなんですね俺にとってはもうすごい視点となるのがあれだったんだけど、ね、2人とも、うん、すっかり忘れてたね。なるほどね。でももしかしたら本当は言ってないのかなとか自分で自問自答しちゃったりとかしてでも確かに言ってたよとか、ね、いいじゃないとか、そうだね、面白いね。ワーキングホリデーで来た時は、はい、働きながらですよね。こっちでですか、うん、そうですね、こっちで働きました。すぐもう物価が高すぎて最初 1,2 ヶ月遊べるっていうふうに計算できたんですけど、うん、その情報が古かったみたいでその持ってる本当にお金借金もあったし、うん、そのまあ本人言わないじゃないですか、うん、言わないからこうギリギリのお金持って15万ぐらいしか持ってなくて、うん、でも友達に聞いたら15万もあったら1ヶ月2ヶ月はもう物価すごい安いから暮らせるようなって言われたんですけど、うん、もうびっくりしちゃって、うん、高すぎて、うん、まあ高いじゃないですかうちの物価、うん、でよくよく考えたらその子たちがワーキングホリデーで来てたのっていうのは、うん、自分たちが来るよりさらに10年前とかそういう時代だったんですよ。あ、なるほどね。なんだ、だもう着いて3日ぐらいで仕事探し出して、うん、でバイロンベイに仕事があったんで、うん、バイロンに来て、でそれから、うん、それこそ大寿司なんですけど、うん、はい、そこからずっと働いて、うん、お二人で働いてたんですか、うん、最初ね、最初は私もオースしてウェイトレスとして、あ、同じ職場で、同じ職場で、はい、でも2週間ぐらいか2週間それはなぜ2週間で多分聞いても記憶がない、あ、忘れてたこれ何度か覚えてる覚えてる忘れ本当にえ、いや妊娠したんです一人目を、ああそれは忘れられません。いやもうこれ忘れてたらびっくりするなと思って聞いてみたんですよさすがにねあ、妊娠してなんか異様にあの飲食の匂いが、うん、臭いって思い始めて、うん、なんでだろうなんでだろうって それで妊娠が起こったみたいな。なるほどね、面白い。へもう来て7月の末に来て、うん、8月に妊娠が分かっちゃった、うんうんうん、そうなんですね。それが初めてのワーキングホリデー、あのお子さんは初めて、あ、1人目ですよね。でどうしたんですか。じゃあそれで数ヶ月は私いたんですけど、うん、やっぱワーキングホリデーだったし、うんうんうん、出産は日本にしようって、うんうんうん、先に1人で帰ったんです。あ、1人で帰った。仕事が忙しくなってきちゃってまったので。でもワーキングホリデー1ヶ月目で、うん、生活もまだね安定してなかったりする中で一人目の妊娠ってお二人にとってどんな心境だったんですか。できたらできたで、うん、できたらできたでっていうかそんなもんじゃなかったんだけど、なんかえ嘘でしょって最初、うん、嘘でしょっていうかなんとなく、うん、こうハネムーンだったし、うんうんうん、こう気持ちも多分盛り上がっちゃって多分できちゃったと思うんだけど、うん、そのもしかしたら妊娠じゃないかって言われて、うん、あの周りの人たちに、うんうんうん、嘘でしょって、
ってまだ来たばっかだし、世界あの世界じゃない人生最大の遊びに行こうよって確かに来たんですよ俺たち。ほんでワンホリ終わって、うん、なんかもうヨーロッパ行ってインド行ってなんつって、うん、そんで帰ってきて、もうその頃はあの音楽じゃなくてこう自分で店をやりたいと思ったんですよ、うん、日本で、ね、いろんな国の料理を見て2人でトラベルして帰って日本でアメリカンバーやろうみたいな感じだったんですよ。いいですね。でもそれが来てたった1ヶ月で、うん、ってで妊娠すると女の人ってほらこうちょっと情緒不安定になるんですよ、うんうんうん、ほんで今までもほらあのいろいろ遊びに行けたのに、うん、まあ、お二人みたいにねいつも一緒でいろいろ行ってたのにもうあんま遊べなくなったりとかして、うん、自分も初めてなんだけど、まあまあそんなの見ててそうじゃない、どういう心境ですよね。そうだからあの最初はまさもうできなくなると思ったんだけど、うん、もし妊娠しちゃったらそういうことが、うん、その世界だけど妊娠検査薬を買って、うん、できたって、うん、見た瞬間もう自分はもうバーって号泣してすごい嬉しかった、それでなんかもうカチッとなっちゃって、わっすごい、そんなのも思ってだって写真も撮ったじゃない、妊娠検査薬の赤いのそうだからもう、そうそう、もうよくわかんないこのなんか魂レベルでもう嬉しかったっていう、自分の頭の中でいろいろこれやりたいあれやりたいってあったけど、もう純粋にやっぱ嬉しかったです。まさかそういう気持ちになると思わない。そうだったんだ。しのさんはどんな心境？しのさんはどんな心境？いやなんかちょっと気持ちが悪いっていうのを、あ、つわりでね。そうそうそう、本当に気持ちが悪くてあんまりちょっとそれ以外のことは考えてなかったんじゃないかと。考えられないですね、具合悪いですね。そうですね。でもできた時はすごい嬉しい。嬉しかったの、そうですね。嬉しかった。それで1年が過ぎ、お子さんが生まれ、また戻って来られたんですか？バイロンベールのお子さん。そうですね。日本で産んで、うん、で前に働いてたとこで、あのありがたいことにビザが取れて、永住権。永住権。こっちに住めるというビザが取れたので。うん、1人目がそうです、ね、約1年ぐらいでまた戻ってきたっていうんですけど、4ヶ月いて帰って、うん、で自分だけ残ったんですよ、もう3ヶ月で、はいはいはい、そんでまあもうでも離れ離れになっちゃったから、うん、だから一緒にいたいからもう帰ろうかな、帰れるかなって思ってて、したらビザ取ってあげるよって言って、うんうん、でもビザいらないって言ったんです最初、うん、ビジネスビザ 2種類ぐらいあって、はい、ビジネスビザっていうのと永住権、はい、そうそう、ビジネスビザ取ってあげるよって言われたんだけど、いやもういらないからって言って、もうちょっと早く帰って、うん、一緒にいたい一緒にいたいみたいなそんな感じで、うん、シノもビジネスビザはその不安だし、うん、あの期限があるから、うん、であと子供のほらサポートとかも出ないし、だけど永住権だったら、まあ、要は保証があるっていう、うん、まあ、でシノはオーストラリア住みたくない住みたくないって言ったんだけど、うん、最初店がビザ取ってくれるよって言って、まあでもビジネスビザでは、うん、子供もいるし、まあ、難しいんじゃないかと、うん、まあ、今だったらねそうやってやってる子たちがいっぱいいるんで、まあ、可能だって思うんですけど、当時は全く子供もいなかったし、うん、周りで教えてくれる人たちもいなかったし、うん、今日本人いっぱいいるんですけど、うん、その当時ほとんどいなかったんですよ、うん、だから、まあ、不安もあったんだろうけど、そう、でもそんなこと言ってたら、まあ、永住権も取れるかもしれないってなって、うん、でまあ、英語のテストをパスしなきゃいけないから、うん、で2人ともちょっと英語しゃべれたんで、うん、もうと、うん、そうそう、で、まあ、市の日本帰ってで、まあ、電話で、うん、なんか永住権取ってくれるって言われてるんだけどって、まあ、でもいいよねって、うん、日本で一緒に暮らそうよみたいな言うから、うんうん、お母さんに相談したら、うん、コロって変わってえいいじゃないそれならってへえ、そう、なんか、
永住権ってなかなかそういう機会ないじゃないですか。多分お母さんも多分その時はまだ自分の夢を覚えてたと思うんですよ。オーストラリアに住みたいと。住みたいとね。そう、はいはい。そんな夢を娘がね先に叶えるならいいじゃないと、うん、多分言ってくれたの、うん、でそれでじゃあちょっとよろしくお願いしますって。それでオーストラリアでね生活が。でじゃあみんなでこっち引っ越して。そうですね。スタート、また新たなスタート。子供を忘れて。結婚してからずっと子供がいるなって思って。うんうん、あ確かにね、すぐ。1ヶ月でできちゃって、うん、あと3人いらっしゃるんですよ。そうだよね。どのタイミングで、その、まあ、独立をしようと。決意されたんですか、まあ、39歳でってさっきおっしゃったと思うんですけど。そうですね、やっぱそれが、うん、30代のうちに絶対やろうって思って、その来たのが31か2になったかな、あ31だね、ビザ取って帰ってきたのが32で、もうビザ取って帰ってきた時点では独立しようとはもう思ってない。その時はやっぱお金がないとできないと思ってたんですよ。あ確かに、ね、その知識もなかったし、やっぱり、うん、なんかあとはもっと勉強して、自分はほら料理をずっと10代の頃からやってたんですけど、一時期やめたんですよね。なんかもうちょっと嫌になっちゃったから、7年ぐらいやってなくて、そんでやめてる間に、オーストラリア来る間に前にすごい好きなものは料理だったっていうことに気づいて、でもう今までやってなかった分のもうクリエイティビティみたいなのがうわー出てきちゃって、もう寝ても覚めても料理料理みたいな、もう料理したい料理したい料理したいみたいなって、面白いそんでずーっとだからもう店をやるよりもこの料理作ってるのがすごいハッピーで、もうなんか仕事終わってるのに、うん、ちょっとキッチン使ってみますって、もう全然もう夜中までずーっとね、料理のどんなところが楽しかったですか。なんかそれは今どういうところが楽しかったか、とにかく好きだったんですよね、子供の頃から。もう本当にずっと振り返ると、うんうん、やっぱ小学校の頃からこう料理が好きで、例えば家庭科でも、うん、料理が好きで、うん、あんま成績良くなかったんですけど、まあ、体育と家庭科だけ とか取ってくれる、そういうのあとはなんか中学ぐらいに入ってもどっかで食べたら家でこう料理してたり、なんか同じもの作ってみたりとか、あとは一番大きいのはおじさんがそれこそうなぎ屋さんをやってて、それをずっと見てるのが好きで、まあ、トータルで多分なんか帰ってきたみたいな感じだったのかな料理、あもうかただいまーみたいな感じで、それがもう何でか分からないけど、とにかくハッピーなんですよね。ハッピーでずーっとそうですね、料理して、独立っていうのは全くいつか店が持てたらいいなっていうのはもちろんあるんだけど、あったんだけど、それよりもこのもうなんか料理できることが楽しくて、そうですね、当時は。まあ、今だったらもっとその意味がつけられるけど、おー、なるほどね、やっぱお客さんハッピーするのが好きだとか、クリエイティブな、あれじゃないですか、パッて降ってくる瞬間ってさ、あれをこう形にしてる時が好きだとか、もっとマニアックなことなんですけど、そのなんつの何がどういうところが好きだって、そうですね、今はそこがひらめく時が一番好きです、ね、それをこう求めてる。じゃあ結構新しいメニューとかもどんどん出てくる感じ。出てきます、出てくるけど、それをお店でやるのとはまたちょっと違うというか、結局この間ね思ったんですけど、なんでレシピがうちの店にあるのかなと思ったら、やっぱり自分が作った料理を再現してもらうためにある、味を安定させるためって思ったんだけど、そうじゃないよなって、
でもそれってやっぱ自分の感覚でやってるから、うん、それをこうやって落とし込むのってものすごい難しいと気づくんですよね、うん、あとは俺うちの店ってそんなにこう何十年もやってましたっていう人いないし、うん、それこそほぼゼロから始めて、うん、やっと包丁も、ね、握ったことなかった子たちがやっとネギ切れるようになったとか、うん、そういう、まあ、要は感動があるわけですよ、うん、お前3年前できなかったのにとか、うん、今日やってる子たちだって、うん、もう全くやったことなかったので、うん、3年経ったら今ね、まあ、マーケット任せられてさ、うん、やってるじゃないですか、うん、まあまあだけどそう、うん、自分が料理いっぱい出てくるんだけどそれを他の子たちに教えてやってもらうとかまた別の話なんで、うんうん、だからもう一軒オープンしたまた別の料理をやりたいっていうのはありますよね。それはどんな料理をそこでは今度はちょっと夜メイン夜、うん、夜メインでその今朝昼じゃないですか、うん、だからカフェ料理っていうかな朝ごはんと昼に食べたもうなんかパーンみたいな、うん、夜ってのはちょっと違うじゃないですか、うん、居酒屋の日本で行ったら居酒屋だけど、うん、そのああいうカルチャーがすごい好きなんですけど、うん、タパス、こっちでタパスみたいなちっちゃい料理が出てくるんで、まあ、あとお酒にワインに合うような料理を作っていきたいなっていうのって言ってるけど、自分そんな料理人じゃないですよ別にこのなんつうの何年もこう修行した人たちっているじゃないですか、うん、ああいう人たちにすごい自分が料理人ですよ、まあ、申し訳ないな思ってしまうぐらいもうめちゃめちゃカジュアルなあの、まあ、シェフだと思ってますけど、でもだからこそね枠にこだわれてないというか、あのいただいたね、私たちにいただいたランチもカツ丼をいただいたんですけどまさかあの形で来るとはっていう逆バージョンね、最初にカツがあってご飯があってその上にたくさんの山盛りサラダとドレッシングがかかっててっていうあの発想とかね、やっぱり自由さというかそこから生まれてるなって感じたんですけど、素晴らしい、そうだ、発想が違うんだ、発想がね自由だからこそこう生まれてくるこのなんてコンビネーションというかね、食べ物のコンビネーションなんか料理職人の発想ではないよね、なんかアートっていう、そう、すごいクリエイティブだよね、そのぐらい痛いと思ってます、うん、いいのかなもっとなんかほら謙虚に行った方がいいな、一応オーストラリアでもタイプがいろいろいて、うちで働いてる子たちもほらさっき、うん、まあってことじゃないけど、うん、職人にやっぱなりたいって子もいるんですよ、職人っていうのは、ね、自分の中で職人っていうのはもう本当にきっちりと、はい、伝統を守って、例えば 20g で切らなきゃいけないところを本当に 20g をカチッと切れる、うん、もうこのそのなんていうんですかね、日本的な、うんうんうん、この見えないところにこだわって仕事がしてあってっていう、うん、それはそれですごい、すごい、でも自分はいつもねファンタジスタになりたいって言ってますサッカーで言ったら、うん、その時のひらめきとかを大切にして、うんうん、そのインスピレーションで料理をしたいっていう憧れがいつもある、うんうん、だから自由な発想というよりも自由でいたいっていつも思ってます、うん、だからそれが自由なのかどうかわからないけど、うん、枠にとらわれてはいけないっていう必要がないっていうか、もともと自由な人っているじゃないですか、発想が、だけどもしかしたら自分は自由で多分いたいという思いでそういうああいう料理を作ってるだけかもしれないなって今進めされてます、ちょっと似てるよね、そういう、ね、そうだね、ビジネスの見出し方って、そうそうそう、今までのやり方にとらわれたくないし、自由で
自由ですよね。自由だし、その中でどうビジネスを作っていくかっていうところをいかに美しく作り上げるかっていうところがバスク。そう、それはすごいですね。なんかその発想がいっぱいあったりとか、うん、あのアイデアがいっぱいある人っていっぱいいるんだけど、それを形にして、例えばビジネスってお金いただくとこまで行く人ってすごい少ないんじゃないですか、うん、ね、でもやっぱり最初は、うん、最初からうまくいったわけじゃないですよね。そうですね、そこからは全然うまくいかなくて、本当にどういう形が自分が最も美しいかっていうのがさっき見えてこないじゃないですか、やらないと、はい、やっていくと見えてくる、はい、そうなんですよ、ね、うん、自分もね、そういう感じです。とにかくもうやってみたら、うん、あのアントニオ猪木がすごい言葉が好きなんですけど、うん、行けばわかるさっていうのあ、確かに、やればやればわかるよっていう、うん、そういう、そういう意味ではなんか知識よりも体験ですよ。そうなんですよね。結構知識っていっぱいいろんな人がこれがいいって言ってたのに違う人はこれはダメだって言ってるし、もう分からないなって、もういっぱいいっぱいになっちゃうんで、とにかくやってみたら分かるっていうか、自分に合ってる、これこれうまくいった、うまくいかないから違うことやろうとか、あとまあ三浦さんとかね、お二人ビジネスやってるからすごい分かると思うし、俺がこんなこと言うのなんだけど、その、まあ、自分たちはこれをやってこのマーケットをやって、うん、最初の一歩を踏み出したら、うん、もうなんかどん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 踏み出してって、なんか、うん、あ、本当にやれば分かるってこういうことだなっていう、だから一歩目がめちゃくちゃ重いステップなんだけど、一歩踏み出しちゃったら、あれなんか実は結構軽かったみたいな、そういう感覚ですよ。だから2軒目ももうやっちゃおうかみたいな感じで、そうそう、オープンするもう1軒目できちゃったからね。1軒目できて、そうなんですよ、まあ、でもここが1軒目みたいな感じですよ、俺の中で。そんで2軒目が今の、そうですね、はい、でもやっぱそれぞれ学びは違うし、ここは週1回だったので、あそこはセブンデイズで、次はじゃあどういう感じになるのかなって、一応2月か3月ぐらいのオープン目指してるの、ちょっとここと似たような感じの場所に、3時間離れてるんですけど、もう今ビジネスを、まあ、やってたビジネスを買って、で自分のビジネスパートナーが元あの大工なんですよ、内装大工 で彼がずっといて今リノベーションしてて、でもすごいいい感じの、またドマとちょっと雰囲気が似てるけどちょっと違うみたいな、楽しみだね。またいつか来てください、はい、せっかく今日お二人に出てもらってるので、お互いどんな存在かっていうのを最後に、そうだ、俺分かりました、ちょっと話題つまどんな存在か、また相手がです、相手が自分にとってどんな存在かあまり面とね、こういうことを話す機会はないと思うので、ね、ぜひでもなんか最近感じるのは、こう2人で1なのか1つなのかなっていうふうに、なんか感じ、なんか本当にちょっと体調が悪いって、本当昨日ちょっとなんか調子が悪いって言った時に、ふと漠然と、あ、もしいなくなってしまったらどうするんだろうって本当にちょっとはって考えてしまう、ちょっと考えたくないな、そこの部分はって本当に思って、でもなんかね、お二人いつも一緒にいるように、私もなんか、まあ、同じ時間を一緒に過ごしてないけど、こう二人で一つっていうような私はイメージだ。なるほどね、素敵、いいですね、どうぞ。そうですね、ついこの間本当そんな話をしてたんですよ、二人で一つ、まあ、自分もほらあの女の人結構好きなんで、あの別にほらあの浮気とか全然してないですよ、もちろん、あの、まあ、かわいいかわいい、誰ちゃんかわいいねなんて言って、いつも言ってるんですよみんなに言ってる、会う女性にはそうそう、だ誰が一番あんとかたまに聞かれるんですけど、まあもちろんシノなんだけど、でもなんかこの間もそんな話して、なんか俺たちってやっぱ 人2人
体力一つだよね、もう1番も2番も何もない、うん、もう自分の本当に自分だよっていうか、体力一つだから足りないとこ補い合ってる、まあ、自分としては本当に一番自分が素の自分でいられるっていう、やっぱりそれ、ね、2人で一つなんじゃないかなって、こんな真面目な話は普段しないんですけど、ふって本当についこの間思ったんですよ、うん、いいパートナーです。お二人はどんな感じなんですか？でも同じことをミキよく言ってる、2人で一つでよく言ってて、すごい。なんか私、これ私のだよって言ったら、2人で1つのだから、そういうちょっとくだらないところから、そうじゃないところまで、全然違うね、人間なんですけど、でもなんか、パートナーシップって、そういうね、なんか、意識でいることで、同じところを見てられる。本当に最近それを思いますね。よく聞くじゃないですか、そういうことだけど、あ、そうなんだなって、本当にちょっと深いところで分かったみたいな。このパートナーシップがあって、今の生き方があるし、今の生き方があるから今のこう働き方ができるという感じですよね。そうですね、確かに。やっぱ家族があると、まあ家族ってね、ここだけじゃないけどスタッフも含めて、うん、本当に、なんだろうね、頑張る力になるというか、特に子供たちも顔を見てると、この間もちょっと喧嘩してちょっとパーッと先に行っちゃったから、家に行こうと思ってパーッと部屋入って、さっきのだけどみたいな言おうかなと思ったら、一番上の子が寝れないって言って、ベッドにいたんですよ、俺たち。だからそれ見た瞬間、あっ、ひなた、なんでここにいんのって癒されて、もういいや、どうでもってなっちゃった。いやー、いい話だったね。面白い話でした。素敵な夫婦でした。楽しかったね、笑い声がいっぱい、絶えない時間。うん、はい、はい、ミヒはいかがでしたか？僕が、まあ、今日話の中でこう響いてる、まあ、心に残ってるところは、うんうん、パッと降ってくる瞬間を形にしていく作業が好きだという、うん、同じだ。ん？誰かと同じ。あ、そうそう、僕と同じだなと思ったわけ。うん、それでね、もうつながりを感じました。うん、はい、いいですね。そうです、なんか形、何なんだろうね、これは。やっぱクリエイティビティなのかな。まあ、それね、その分野が違うっていうだけでやってることはすごく似てるなってことを思って心に留まったんですけどね。でもさ、あれだよね、パッと何かが降ってきた瞬間を形にするって、うん、なんか難しいようなこう感じがするっていうか、コツはあるの、それ？コツね、これはね、難しいね、コツって言われても。まあ、何気なく普段やってることとかさ、その形にする上で、あ、いきなり形にしないというか、パッと思いついたことを、うん、何か目の前のものに落とし込んでみて、メモだったり、うん、まあ、タイピングだったり、うん、それでちょっと整理して整えるっていうことをやるかな。へ、うん、あ、じゃあ降ってきたら、うん、それをちょっと言葉にしてみたりとか、うん、そうそれ整理するってどういうふうに整理するの？あ、パッと思いつくときはもう映像ができているわけ、うん、でその映像はあるんだけど、うん、その目の前に書いたりするでしょ、その書いてるものと映像がまだ、うん、あのギャップがあるじゃない、うん、でそのギャップを埋めていくっていうような感じ。あ、面白いね、っていう作業を現実面でやっていくっていう感じ、うん、あ、そうなんです。それは、はい、若菜さんの
心に残ったところはどこですか？まあ、いっぱいありますけども、でも面白かったのが最初の方の話で、うん、志乃さんも、うん、その志乃さんのお母さんも、うん、結構重要なこう言動を忘れてたじゃない、結構それ言ったっけっていう、ね、そうそう、でもその忘れ本人たちは忘れてるようなことが高之さんにとってのなんかこう人生のを変えるポイントになったっていうところがすごく面白いなと思って、うん、うん、ってことはなんかなんていうのかね、もしかしたらさ、まあ、自分もみんなも何気なくこう言ったことがや行動や態度が誰かの人生を変えてるかもしれない。そういう意味では、うん、なんかこう意気込んでアドバイスしなくてもいいかもまあそうだね、なんかいやこの人のためになんか言ってあげなきゃとか構ってあげなきゃって思うじゃん、ね、みんな、まあ、私もすぐ忘れるけど、ね、本当にねすぐ忘れるんですよ勝手に録音とかしてるもんね。で忘れるからもう一回言ってって言ったらいやもう忘れたって言うから録音してるんですよ。瞬間を形にしたらもう全ては消える、うん、私の中で。ということでですねでは何なのその流れの滞りはパイプマンとか使ってちょっとこうなんかこうスムーズにしてあげたような感じのすっきりしない感じなんでしょうと。パイプマンって何？パイプマンってほらあるじゃん、お風呂のなんか管を、ああパイプマンって言うんじゃないの。ちょっとなるほど、何の話してたんだっけ、まあ、とにかく、はい、全ては、うん、なん力まない、そうそう、うん、全ては何かのきっかけになっているという、そう、なんかずっと自分がしたアドバイスを覚えててほしいとか、うん、もう思わなくてもね、その必要な人にとっては必要な言葉やメッセージをちゃんとキャッチするから、うん、まあ、そんなに力を入れず、まあ、ただ自分を生きるという感じですね、うん、そうするとなんか世の中とか周りの人のためになるんじゃないかなと思います。はい、では今日の魔法の質問をどうぞ。はい、今日の魔法の質問は、何をしているのがハッピーですか、何をしているのがハッピーですか。今日はですね、高之さんが店をやるより料理を作っているのがハッピーっていう、本当まあ寝ても覚めても料理が楽しいと、ね、うん、でお店のことよりも本当料理のことを考えてたいというのって幸せだよね、うんうん、そういうのがあるのって幸せだよね、うん、幸せね、うん、さて僕の答えは何をしているのがハッピーかな。でもね、今日の気づきで言った、うん、パッと降ってくる瞬間を形にしていたらハッピーです。おー、いいね、うん、うんうん、だから生み出してることがハッピーなんだろうな。それ何でもいいんだよね。そうなの？そう、どんな種類の事柄でもいいんだけど、それはできてる？まあ、毎日はしてないけど、うん、できてるというよりもしてないけど、うん、よくできてますねよくできました、よくできてます最近は素晴らしい、はい、若野さんの答えをどうぞ。若野さんはね、あ、でも分かち合ってる時、自分が好きなこと、美味しいものとか、それ食べ物だけに限らず、食べ物だけに限らずって言ってる、なんかそういう顔しないで、なんか体に良かったものとか美容に良かったものとか、旅先でまあ出会った美しいものだったり、なんかその自分がいいと思ったものを、そのみんなにこれすっごいこういうことで美味しいよとか、うんうんうん、これも最高だよとか、それってこう言ってる時はハッピーなの、うん、それとも言った後にその人たちがなんかこう、うんうん、わあこれいいねっていう時がハッピーなの。もうそ全部だね、言ってる時もすごい楽しい、もういかにこのものたちが素晴らしいかっていうことを、うん、伝えてる時はもうとってもハッピー、ハッピーだし、それをみんながうわ本当これ最高って言って、うん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 、でなんかそこからまたうわって広がるわけ、その先もそのものが、そうそう、その広がりもすごく楽しい、うーん、ということかな。じゃあどんどん分かち合っていくというね、もうねずっとそれやってたいんだよね、なんかできるならば、なるほど、ね、
常に面白いものとか、うんうん、素敵なものに触れたりとか出会ってて、うん、それをどん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 もう、あの、もう言いたい。私おばちゃんみたい。え、なんで？あなたこれ、これがいいのよみたいな。あ、言うね、おばちゃんね。だからということで、そこは違うよって言ってよ、はい、ということで、皆さんもこの何をしているのがハッピーですか、これ知らない人もいるかもね、自分の。うん、改めて問いかけてみないとね、分かんないかも、うん、普段意識しなくない、だってなんとなく好きだなっていうレベルじゃないの、この質問は、うん、ハッピー、あ、もうこれをしてたらハッピーだなっていうものを、あ、なんか思いついたの。いや、何はーって言ってるだけだけど、この答えをですね、うん、また友達同士だったり家族同士で答えてみると思わぬ発見があるかもしれません、うんうん、はいはい。いや、バイロンベイは良かったね。噛まないでそこで最後。いや、バイロンベイは良かったね。これ結構ね難しいんだよ。まあ、はい、うん。バイロンベイ良かったね。バイロンベイ良かったですよ。うん、本当にぜひ来れる機会があれば皆さんもね、そうだね、うん、来て、はい、さらにドマカフェに。ドマカフェにはぜひ行った方がよろしいね。これはもう本当に今もうすごくハッピーだけど、私的には。分かち合ってる。そうそう、分かち合って、いいもの、本当いいからね、ここね。本当素晴らしいです、うん、はい、はい。ではですね、このライフトラベラーズカフェは、毎週週末前にお届けしております。毎回こうアクセスしていただいてね、聞いていただける方もいると思うんですが、ポッドキャストの画面に行って購読ボタンを押すと、毎週自動的に配信されるようになりますので、ぜひ購読ボタンを押してください。そうしていただけると嬉しいなと思います。で、今日の番組の最初にあった通り、皆さんからの質問も募集しております。本当にどんな質問でもですね、構いませんので、聞きたいこと、疑問に思っていること、などなどですね、どんどんお待ちしております。さて、来週はどこに行くんだろうね。どこ行こうかね。なんか行きたいところがさ、うん、本当に多すぎて、うん、1年が52週、うんうん、って足りないよね。行きたいところっていうのもあるけどさ、会いたい人たちがいっぱいいるんだよね。そうそう、なんか僕たちとしてはなんかこう観光旅行に行くっていうのが感覚がね、あんまりなくて、うん、その土地の人に会いに行くっていう旅のスタンスが多いので、ね、素敵な友人たちがね、いますから、あなたの街に行きますなんだよ、はい、はい、終わりましょうか、そろそろ、はい、ということで、今週もライフトラベラーズカフェお聞きいただいてありがとうございます。来週どこかの街で、またそこから発信していきたいと思います。それでは良い週末を。Life Travelers Cafe.